金星山は、岐阜県大垣市赤坂町から、伊比郡池田町にまたがる、伊吹山地の南東端に位置する山である。掘削前の最高標高は217.1メートル、東西1キロメートル、南北2キロメートルの丘陵で、全体が古生代ペルム期の赤坂石灰岩で構成されている。日本一の石灰石生産地として、山の大部分が削り取られたため、現在では、 明状林寺のある南東部が残るのみである。数多くの化石が発掘されることで知られていて、日本の古生物学発祥の地と呼ばれることがある。地質学的価値も高く、フズリナの化石が多く産出し、特にペルム期中期のネオシュワゲリナ科のフズリナ類について、詳しく研究されたため、かつては国際標準模式地の一つとされていた。なお、赤坂石灰岩は、 日本の中部ペルム系上ンの標準創除とされている。その一方で、山全体が石灰岩の日本有数のその産出地であり、石灰岩、大遺跡の採掘が盛んに行われており、山陽が変わり景観は損なわれつつある。西能鉄道で重計501号機、石灰石専用貨物列車を牽引する。1967年3月17日に、産域は、 岐阜県の伊吹県立自然公園に指定されていたが、現在は指定地域から解除されている。山域に固有種のアメールヒルゲンドルフマイマイなど38種類の陸外が生息し、金星山の陸外と生息地が1980年11月11日に岐阜県の天然記念物に指定されている。この他に金星山のヒメボタルが2007年12月14日に、 ユースゲージ生地が2013年2月21日に大垣市の天然記念物に指定されている。また、1993年2月に岐阜県産学連盟により、俗岐阜百山の一つに選定されている。約2億後、レーレレレレレレ前の古生代、ペール向き、海底に古生物が堆積して堆積物となり、その後、地殻変動による逆断層で流気して、 この金星産の原型ができたと推測されている。そのため、この時期の生物の化石が多数採取されている。19世紀の終わりに、ドイツの古生物学者ギュンベルが金星産の化石を紹介したことから、化石の山として世界的に知られるようになったという。採取される化石は主にフズリナ、サンゴ、石灰も、ウミユリ、巻灰、ニマイ灰であるが、トウソク類の他サンヨウムシもある。 海類化石は世界の他地域に比べて巨大なものが多いことで世界に知られ、特に鹿前屋という二枚貝や海よりの化石は世界一の大きさを誇る。2016年5月10日には日本地質学会により金星山のベル向き化石群が岐阜県の化石に選定されている。なお、金星山は金生山として通称認知されているが金部山と呼ぶのが正しい。 金星山周辺には、以下の陸外の特産種が生息している。南側の石灰岩の中半鉱山と、その工業関連の事業所良質な石灰岩、大理石があることから、江戸時代より採掘が行われている。美の国赤坂の美の梅は、武蔵区に多めなり木の武州梅、下屋国角図の野州梅と並び、左官用石灰として、江戸初期の石灰石小生霊明液から、 供給されていた。1919年開業の東海道本線の支線や1928年開業の西能鉄道は、この金星山から採掘される石灰を運搬するために開業した鉄道である。南東山陸に西能鉄道市共線を津女坂駅がある。南山陸にあった西能鉄道中半線は2006年に廃止された。金星山鉱山のほか、周辺に アタゴ鉱山、河合石灰鉱山、清水鉱山、中半鉱山などの石灰岩の採掘場があり、関連する一家の事業所がある。北西の池田山から続く山域の南東端に位置する。西には同様に石灰岩鉱山がある。伊吹山があり、東山六を伊比川の支流である杭瀬川が流れ、国道417号が通る。南西には樽井町の市街地を挟んで、 南宮山が退治している。南山6を、金星山産業道路が通り、その南側には岐阜県道216号赤坂樽井線が通る。金星山は東西 1km、南北 2km の石灰。かつての頂上部にはサラサ山、あたご山、月見山と呼ばれる3つのピークがあったが、石灰岩の採掘により現在はいずれも失われている。また、 アタゴ山の西南には花岡山が存在したが、こちらも採掘により姿を消している。北西側の池田山から望む棚田城に石灰岩の採掘が行われている金星山。その背後に大垣市街地金星山の中原の金星。山の上社の東隣には、この山から出土した化石など、約300点を展示した金星山化石館がある。この化石館は、 金生産の化石研究に生涯を捧げた国馬の年尾の業績と化石の展示保存をするため、1964年3月21日に開館した。その後、1976年に旧赤坂商工会議所に移転。大垣市より資金援助を受けた赤坂商工会が1985年に現在の建物を建設し、1996年に市に寄贈。 移管されている。なお、管理運営は指定管理者の公益財団法人大垣市文化事業団が行っていたが、指定管理期間満了に伴い、2019年4月から大垣市直営施設として運営されている。金星山の山頂の明星臨時上部にある岩須公園、石灰岩の奇跡が多数並んでいる。金星山山頂の明星臨時境内の上部に、 2008年3月31日に、岩須公園が開設された、大垣市名所指定。周辺からは東に、農美平野を見渡すことができる。2010年10月1日に、大垣市警官条例に基づき、明城臨時の境内地とそこからの眺望が大、大岩須公園周辺では、小規模だが、カルスト地形の一種であるピナクルと、岩石表面のカレンフェルトが見られる。ありがとうございます。